席に着いたか。はい。はい。ザガン。ザガン。あ、ちょっと待って。はい。その画面のさ、向こうのさ、はい、ちょっと静かにするまでに、何分？今20秒ぐらいかかってる。はい。先生20秒待ちました。はい。先生の時間20秒くらいしました。あんまり室内に聞くことないんだよ。校庭で言われるらしいんだ。まあいいんだよ、別に。俺の20秒ぐらいさ。はい、はい、レパークラブの皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。辰之助です。はい。24歳の辰之助です。あ、そう。今日誕生日だった、そういえば。俺がね。え、俺誕生日ですよ。俺が24歳なんですけど。え、俺何歳なんだよ。20、知らん。というわけで、はい、24位。今日は前回の、ね、続きからね、充実に生きる、ね、フィジカルベスト15の10位からね。10位から、うん、だいぶもう来てる。そっか、前11位だったわ。うん、そう、10位ね、次もう結構重要性深まってくるから、深まってくるんですね。トップ10ですよ。全身からも10個選んだのが、だってもうね、え、すごいですね。だいぶね、うん、10個世界選手権トップ10みたいな。トップ10みたいな。ね、ね、だから参加者すごい人数です。そう、肉体選手権第10位です。何千何万あるわけだから、もう動くところ。ね、ありがとう。俺がこう喋って、なんか書いてる間に繋いでくれたんです。そうです。どんどん行くと。はい、10位。足の甲の細さ。細さ。ここっすか。うん、そう。これ結構大事なんで、足の甲の細さ、まあ、かっこいい靴履ける。そう、パンツとか大体ね、横がね、割れてくんのよ。割れてきます。4インチみたいなやつ履けねえ。そう、わかる。履けないです。わかる。ナイキとかの洒落た靴もさ、はいはいはい、結構横細くて全然履けないやつある。エアマックスめっちゃ細いんすよね。だから今なんかデカ履きとかでサイズ大きいのを履いてる人が多い。 あ、そうなんだ。でもぶっちゃけ足が細ければそんなことにはならないんだ。足の甲がね、うん、細ければ。え、靴の話今日？あ、違う。まあ、今日は足の甲の細さはね、実は充実にはめっちゃ生きるっていう話をしたいんですよ。何に生きると思う、これ、細さ。細さですか？うん、細さ、うん、細さ。前だって足首の太さがあったんですよね。足首の太さなの？足首の柔軟性はあるの？柔軟性だったけど、柔軟性だったけど、あ、そうか、細さか。ここが細いといいこと、うん、あるよ。足首が細いと明日きっといい日になる。ああ、それ気分的な問題ね。シャレか。でもね、俺は結構ね、その最初白身の人が入ってきたら足首見る、足の大きさ見るんで、足の形を。へえ、それでできること大体決まってくるから。あ、そうなんですね。なるほど。うん、そうそう、結構大事なんだ、足首。うん、で細さも結構重要なんで、まあ、大きさとか形状結構大事なんだけど、細さ結構見る。細さ、うん、細さってだからこの幅っすよね、この。うん、そう。まあ、何に使うかっていうと足の組みです。組み、うん、足を組んだ時にやっぱ両足がちゃんとかぶる。クロスがあるの。そう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 、全然構わない。いや、だから弱いんだよ、クロスが。クロスが靴弱いっす。うん、弱い。そう、削ろうか。これが細いとやっぱりクローズガードとかめっちゃ足噛むし、あの三角とかその四角でぶら下がれるんだよな。これ力、あ、最初の ここがもうめっちゃ強い。あれでめっちゃキープする人いますよね。あ、外れねえじゃんみたいな。そっから三角取ればいいですもんね。そう、三角になってもこれもし指一本少ないとしたらビチビチにここ噛みますよね、確かに。そうそう。でもね、こいつはね、どっちかっていうとね、また別の理屈が入ってるの。ここの細さは三角にはあまり関係ない。やっぱ足が組む時にしかあまり関係してこない。あ、こういうの、そういう話だ。でもやっぱ充実ってこういう運動多いからさ。多いです。これ多いですね。これで一回守るみたいな。そう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 、ハーブガードですもんね。そう、いや、クローズガード割れない人ほんと割れないから。硬いっすね。いや、こんなこと褒められたことない人いっぱいいるから。確かに足の方細いですね。確かに確かに。そんな見ないっすもんね、普通に生活したら。うん、ここ狭いですね。そうだ。本当にあの中国の天足とかぐらいで、ああ、なんかキチキチするやつ。そう。成長途中で。そう。歩けなくする。でも能力的な話だから。能力的にいいねっていう話だ。確かに。で、細いってのが大事で、小さいじゃないよ。ああ、うん。こっちのこれはあんまり関係ない。そう。なるほど。
こういうのが関わってくるっていうね、柔術は面白い競技だよな。すごい。はい、全身使えるんですね、だから。そうだね。全身だ。うん、だ自分の武器を生かせばいい。そう、もう足が2回出てますよね。そう。だから9位ね。9位、ちょっと待って。1桁になっちゃった。うん、おお、そっか。あ、こいつが出てきた。ランカーだ。うん、まあ、ハンマーユージローも言ってたんですけど、競うな、あの、持ち味を生かせてたんで、あの、決して足の家が幅が広かったかといって、絶望せずに、なんか別のランクインした能力を生かして戦っていけば、あなたにもチャンスはある。ありがとう。なかなかいいつなぎだ。はい。OK、9位。関節の細さ。細さ。おぉ。細さ。うん、さっきは、足の甲の単体だった。次は関節、うん、太さもある。これ出ましたね、さっき。太さはいわゆるディフェンス力、動かしづらいのによく使うもんだから。へぇ、うん、関節の細さも結構大事なの。細さの方がランクが上。上が上。なるほど。細い方がいい。それも関節めっちゃ細いくなりゃ よかったなって思うこといっぱいある。岩崎さん、なんか人事の中でもかなり関節太い方。そうだね。だからもう、あ、そのばっかりしてる。そう。まず第一に俺が起きるハプニングとしては、バックチョークが組めない。ああ。バックチョークが組めないってどういうことですか。こうなるの。ここがめっちゃここ太すぎる。狭いな。あ、そういうことか。幅上げちゃう。それは腕の太さっていうよりは関節の太さも。そうだね。俺も関節の太さのせいで小さい頃から一人だけ大きな首の筋の下でできなかった。ちょっとやってくださいそれ。大きな首。つかない。え、マジ？ちょっと押してくださいよ、上からギュッて。いや、決まってる。嘘だろ。どこが決まるんですかね。肘、肘限界。止まってる人になる。うん。触れないんだ。そう。すごいっすね、それでも。肩触れない。そうなんだよ。いや、細さってやっぱ大事で、バックチョークとか、まあ、こういう系のチョークあるじゃん。いいんじゃない。そうそう、いや、めっちゃここの髪大事なんだよ。あ、でも、ここの関節しっかり持てるって、細くないとなかなか持てないんだよ。ああ、そうか。わかる。なんとなくわかる。わかるです。うん。関節の細さがあると、関節に入りやすい。なるほど。足もしっかり。そう。例えばね、ツイスターフックとかシュシュって入ってこれるやつ、大体関節細いから。ああ、細いです。うん。太いやつってちょっともたつくよな。そうですね。うん。もたもたする時間があります。そう。強いんだけど、あの、多様性があんまりない。なるほど。多様性がない。大きいです、なんか。ちょっと一回り。うん。そうだね。で、やっぱサドルとか、ああいう複雑な技でも、やっぱ関節細い方が入りやすいもんですから。ああ、そうか。スルスルっと入っていけるんですね。そうそう、関節が細いという方はそうやってスルスル入っていける能力が高いって言ったから。関節の細さが大事。重視の。なかなかね、こう褒められる、まあ、関節の細さはまあ褒められるから、人によっては。あの、なんだよ、あの、モデルとか女子とかね。そうですね。あ、関節細いねって。膝太いねって言われてる女の子はあんま見ないです。いじめられてるんじゃないですか。まあ、でもあのここに使わない岩崎さんでもこれだけ強くなれてるってことなんで決して絶望する。これいいこと言うタイマーよ。一回締める。オッケー。じゃあ8位に。はい、8位。8位。相当上位ですね。8位。8位だ。8位だけど。玉切れだな。これはね、結構分かりやすいと思う。すねの長さ。ああ、すね。すねの長さ。ああ、すねの長さめっちゃ重要。ああ、俺らは基本的にすねが短いから、はい、まず一番厳しいことは何かというと四の字バックが取れない。ああ、それは本当にあります。膝決まるっすね、これ取ったら。こんなのちゃうんですか。相手が本当にちっちゃい人じゃないとダメです。そう。ああ、そっか。外人がパッて取れるのってここが長いからこう持ってきてかけれるんですね。ちゃんと。そう。小太郎君ちょっとかけれるかな。かまわり。相手次第だけど。そうです。タツ君でギリぐらいですかね。僕もでもそんなに長くない。タツ君の胴でギリギリ。あ、そういうことですか。同じ階級ぐらいの相手になると結構きつい。だからここね、すねの長さと関節細さ一緒じゃんって思う人いると思うけど、うん、いやいや、辰之助は関節細いけど足短いから。
なんそういうこと言うんですか。なんか見た目、俺と辰之助くんだと辰之助の方がだいぶ足長そうに見えますけど、あんま変わんないですよ。本当の長さはそんなに変わんないっていうか、ね、上半身でかいからそう見えるだけで、うん、だからスネの長さはね、あと三角とか組んだ時にやっぱりすごい隠れ感がある。あと、あのクローズドアで4文字組まれたらめっちゃ嫌じゃない。ああ、いるっすね。俺もそのとんでもないやつに出会ったことがあってさ、アジアでさ、あのフェザー級の時に出会ったさ、イザキパイバっていう選手がいたさ、イザキパイバ。あの世界3位の選手かな。180何センチかあんだよ、フェザーの。でけえ。すねめちゃくちゃ長くて、俺 80? ああ。何されたかって言ったら、クローズガードの中に4の字組まれて、で、マッスルスイープで奥足すくわれて、4の字のままだよ。ごめん。クローズガード4の字のまま、奥足の足すくわれて、手前じゃなくて、奥の方の足だと体こう、こっちと、届くんですか、それ。こうなってて、こっちじゃなくて、こっちすくわれる。4の字組んだから。俺、座ってたの。俺、座ってたの。わけがわかんない。知恵の間みたいな。そう。へえ。それどうしたらいいですか。どうしようもできなかったよ。普通にバック取られた。へえ。すごいな。うん。いや、スネの長さってすごいなと思ったもん。うん。さ、スパイダーはスネ長い人にされるとなんかマジでスパイダー。ああ、そうだね。スパイダーになっちゃうね。スパイダーになっちゃうっていう競技があるんです。あ、スパイダーガードって自分がスパイダー。ぽくやってるからじゃないんだよ。あれ相手がスパイダーっぽいから、ね、相手がこうなってスパイダーにされちゃうから。だから日本人には少ないけど、すね長いってやっぱいいよね。たまにいるよな、たまに。いますね。結構目立ちますよね、当時は。すねの長い人。やっぱ今この良さを どんどん上げていったら、関節が細くてさ、すねが長くてさ、うん、まあ、足が長くてさ、手首が柔らかくてさ、結構モデル系男子は柔術やったら強くなるのかもしれないね。そうですね。こうやって考えたら。あいつらは練習続けられないですからね。モデルの仕事も忙しいだろうし。うんうん、残念だったな。なんでそこ、なんでそこ頑張ってネガティブ持ってこうとするの。なんか恨みとかあるの。はい、次ね。もう7位まで来た、うん。そうね。アイドルだったら神セブンですか。ああ、そっか。おー、すげえとこだ。確かに。何神セブンって。AKB だな、それ。詳しくは分からないですけど、神セブンっていう単語だけ知ってます。あれも48人中の7番でしょ、うん、肉体選手権のうちの神セブンは相当です。ああ、相当です。ここでね、意外なやつがね、あの名乗りを上げるのは、伏兵かもしれない。肘の柔軟性。肘の柔軟性。うん、肘、うん。曲げるおかしい。あ、なんかね、サルテがどうのっていうわけじゃないんで。ああ、そっちじゃない、ね。うん、実際は肩かもしれないね、肩。ああ、なるほど。こういう。ああ。そう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 ませんがこういうのそう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 これがこれそうそう大谷翔平がすごいやつあそうすごいんですか。大谷翔平ここに引っ掛けて前につくんなんかこんなことやってますよ。あこれでつく人いますよね。前転対策なんかこうやってやってた気がする、うん、ああなんかまあそうか全然違うそうこれめっちゃ大事なんだよな。まあ特にこの技術で言うと分かりやすいのはハイレボギロチン、うん、肘かぶせていくギロチン決めるそう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 、うん、あれってグラップリングの中ではめちゃくちゃ強いギロチンチョークなんだよな。これっすよ、うん、これ手だけで決まるから。なるほど、うん、足のかかりがとかじゃなくてそうそうこの形になればうん、まあ、代表的なんで言うとマルセロ・ガルシアは肘がめちゃくちゃ柔らかくて、うん、足短くて太いじゃん、はい、だから足太いからああいう絡む系の技言ったらさ、はい、あのギロチンチョークってさ足でちゃんと組まないと決まらないイメージあるじゃん、うんはい、でマルセロ上であの肘カポってかけるだけで決めちゃうから。ああずるいっす、うん、肘そうこれで決まるの決まっちゃうんだよ。肘やらかしめっちゃいるんだよな。そういう組み合わせの人もいるんですね。いる足はめっちゃ太いけど、うん、肘は柔らかい。ああ珍しい、うん、だから上半身と下半身は同じくして太い強いでずっと言ってる人もいるんだけど上は柔らかくて下が強い人もいれば、うん、下がやって上が強い人もいるから、うん、あこれでガッと押しながらこう入れてくるそうそうそうもいるから、まあ、一概には言えないんだよ。うん、で、まあ、この肘の柔軟性他にも使えるとしたらループチョークかな。うんうん、こうやってそうループチョークさ肘柔らかい人さ
すんごいとこあったってこと。あ、そうですね、すんごいとこある。あ、なるほど、さっき言ってたこれがこう開いてくるから、そうここに向かい、こうやって向かい合える。そうああ、そうですね、相手を抱えるときにすごい能力を発揮するんだよ、言ったら。まあ、もしかしたらこれオクトパスガードが取ってもリーチ長めになるかもしれないね、言ったら。あ、なるほど、なるほど、これオクトパス、そうだね、肘の柔らかさは大事、うん、だからこれはもう本当にこれで試合終わっちゃうレベルで重要なことだから、うん、そっか、要するにこれがあると、首膜系のチョークが強いってことだから、フィニッシュできる力、そうそう、肘の柔らかさよって思った人はもう大違い、もう肘の柔らかさでやられて泣いてください、反省しとな、うん、っていうレベルに重要、俺も肘の柔らかさめっちゃ欲しい、これね、このこれ量、うん、超かっこいい、俺は割とちょっと柔らかい意味なんです。そうだね。じゃあ次6位だ。6位、6位はね、はいはい、あのこんだけこう15位までだったらどれかしらは絶対当てはまるんですよね、うんうん、だからみんな探してね、絶対あるはずだから。逆に何もないの見てみたい。クレイ型宇宙人。6位、手の指の長さ。手の指の長さ。そう、やっぱりね、手の指の長さっていうのはね、やっぱ手の指が長いと、あの女性ってそういうところでドキッとするらしいんですよ。あー、うん、スラッとして、そう、あ、指長いんだみたいなんで、こうドキッとして、そこから始まる、あの恋、通話キットでもいい、テラスハウス、テラスハウスかしら、なんかあれっすね、この薬指が長いほど男性ホルモンが強いみたいな言いますよね。これね、人差し指と薬指の長さが同じぐらいだとスリのね、才能があるって言われてね、こうスリ指っつって、スリって、あ、こう、財布がこうやって抜いていくから、へぇ、へぇ、すげぇ、そんな豆知識知らなかったっていうのがあるんだけど、いやいや、今日はそういう話じゃなくて、手の指が長いっていうのはね、何があるかっていうとね、やっぱり全体的にはホールド力が高い。へぇ、ホールド言ったら、呪術とかでもそうだけど、手の指が長いっていうのは、それだけフックの先が長いっていうことだから。あ、そうか、そう、フックの返しが長いんだよ。あ、やっぱ先端って重要なんですよ。先端重要だね、うん、あの呪術って複雑な技術を使う競技だからこそ、先のこのフックとか、うん、こういう先のフックとか結構使うじゃん。そうですね、こういう、あ、そうですね、手の先目と足の先も使いますね。うん、一緒だ。でやっぱ掃除でそうだけど、やっぱり手の指が長いとグリップ力がめっちゃ強い。ああ、ギー持つだけなんですか。うん、手で当たれて、ハワイルメンデスとかって足ガッて持ったら、これ相手の足首一周しちゃうんだよ、手が。ずるい、包めるってこと。そう、すごいタイミングいい。それは強いですね、絶対無理。例えば有名な選手だと青木真也さんとかも手の指長いって言うような。へぇ、そうなんですか。うん、めっちゃそう。ルオトロと試合した時に手がでかいねっていう証拠がなんかありましたね、うん、手比べてる動画あって、そうそう、めっちゃでかくてこんな。へぇ、あ、そうなんだ。そう、すごかったですね。なんかこういうグリップとかホールドした時、こういうグリップとか持つ時に全部持てるから、ね、結構強いやつです。うん、結構強い。そう、手の指が長いっていうのはスパイダーグリップが外れないし、なるほど、まあ、ギー持つときも引っかかりが多いってこと。そう、引っかかりが普通の人より長いってこと。そう、握力じゃないんだよ。握力って1回使っちゃったら終わるから、所詮筋力がギューはやらないですよ。そう、うん、そう、そう、引っかけ、そう、だから俺握力強いけどそこまで使えないんだよ、言って、すぐ疲れちゃう。なるほど。うん、もうできることって言うと、相手の手首思いっきり握ってタップさせるぐらいしか。いいじゃん、違う、コンバチでこう握手しようねってやらせて、やっておしまいする。そうですね、十分ですよ、それ。もっと鍛えるね、片手140キロぐらいないから。みんな握りつぶされて終わるんです。スパー必要ない。必要ある、そっから始まるスパー。嫌だ、そっから始まるスパー。誰もそんなことしてこないですよ。誰もしないからこそやるかちゃう。6位終わっちゃったってことは、もう5つ出ました。次5位ね、5位いっちゃうんすか。5位いっちゃう。あ、ちょっと待って、5位は、これ5位来週だ。もう来週だ。来週。ちょっと欲張りすぎてダメだ。来週はついにあのあいつらが、あ、スターになってる、あいつらが。上位ランカーたちが。そう、上位ランカーたちが。勝ちたんだよ、確かに。
いや、この中でもね、結構当てはまってることがある人多いはず。うん、まあ、1個ぐらいはありますね。うん、もう本当に何回も言うけど、何にも当てはまらない人、逆に見てみたい。来てほしいですね。なんか別の能力あるかもしれないし。そうだね。いや、だから何かしらあれば、その選択次第で強くなれるっていうのがね、やっぱ証明されていくから、それが大事、それを知ることがすごい大事だと思います。生かしたらいいですよね、それを。そう、そう、なんだっけ、ユージが言ってたよ、競うな、持ち味を生かせって言ってました。そう、上等な料理に蜂蜜をぶちまけるがごとくしそうってな、はい、言ってたの知ってる？わかんない、いつでしたっけ。ね、いつだったっけかな、言ってたことは覚えてるけど、タイミングは思い出せない。ああ、言ってたよね、蜂蜜っつってね。蜂蜜は言ってました。はい、というわけです、はい。来週ねや、次回5位、お楽しみ。おお、ジョイランカーでは、ね、サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。